はい、皆さんこんにちは、ワンダルグッピジです。今回はコンバットヒーローシリーズプロジェクトオリンポス続きをプレイしていきたいと思います。ティターンズがクーデターを起こしたということでダカールへ向かう途中です。ダカールへ帰還ですね。では探索していきましょう。ダカール市へ行かれるのですか？そのつもりだ。ルートを開いてくれないか？それがティターンズに破壊されてまだ修理ができていない。何でも重要なパーツが足りないとか。なるほど。じゃあこのパーツを奪還するところからですね。ルートの修復ですか？で、ナビゲートシステムジャイロが足りないんですよ。これじゃ目的地の設定がずれちゃいます。そのジャイロはどこへ行けば手に入る？予備パーツとして北の倉庫にしまってあるはず。なるほど。じゃあその北の倉庫に行って、パスワード暗証番号を入れてそのジャイロを手に入れるということですね。では早速北の倉庫へと向かいましょう。暗証番号を入れました。これでこの中身がジャイロだと思います。そうですね、ジャイロか。じゃあこのジャイロを先ほどの白服の人に届けに行きましょう。結構ねエンカウント率が高くてレベルがそこそこ上がってます。では手に入れたジャイロを先ほどの白服に届けます。無事でしたか？どうです、ジャイロはありましたか？手に入れました。これでルートが修理できる。こいつをここにセットしてということで、これでダカールに行けるようになりましたね。早速じゃあダカールへ向かいましょう。ダカールに着きました。アムロ、ティターンズこんな時にクーデターを起こすなんて、何としてでもバストを止めないと大変なことになる。イベントですね。これバスクとシロッコだな。これでこの英語は私のものだ。ふふ、ふはははは。は。ご機嫌のようですな、バスク大佐。シロッコか、なんだ。そろそろ幕を閉じる頃かと。何のことだ。すでにジャミトフ准将には退場していただきました。次はあなたの番です。何を言っている。ふざけるのはやめろ。あなたの出番は終わったのですよ。間もなくクライマックスです。脇役は速やかに舞台から降りていただく。シロッコ、貴様！これ、シロッコがバスクを暗殺しましたね。血が出る演出なんかも結構しっかりしてるな。役者としては二流だったか、まずまずの出来だったよ、バスク。アンコールはない。ゆっくりと休みたまえ。まあ、なんかね、シロッコらしいセリフの言い回しですね。これで準備は完了した。プロジェクトオリンポスの開始だ。おー、ゲームタイトルがプロジェクトオリンポスですからね。さて、これエンカウントする音だな、ダカール。まずは、じゃあダカールの本部に向かいましょう。うん、街中でやっぱりエンカウントするな。マラサイのカスタムが相手ですね。まあ、数も多いので、ここは全体攻撃で一気に旗をつけましょう。攻撃力も高いな。装備品もそろそろ最新のものに揃え直したいところですかね。これ集中攻撃を受けると脱落者が出るぐらい敵の攻撃力になってるので、特に防御用の装備、これ一新しておきたいかなと思います。まあ何はともあれ、まずはダカールの本部へ向かいます。正面からはさすがに苦しいか。補欠にいらずんば孤児を得ず、じっとしててもしょうがないぜ。コートラソン、その言葉の意味分かってます？虎の穴に入らなきゃタイガーマスクになれないって意味だろう。まあ当たらずといえど遠からずってところだな。てんてんてんということですね。では突入していきます。ダカールの本部のビル内も敵のエンカウントがありそうですね。人の気配がない。どこ行った？ティタンズの奴ら。そうか、これ、シロッコが率いて、どっかに移動したんですかね。おーい、誰かいませんか？ティタンズの皆さん。てんてんてん、本当に誰もいないや。一体どういうことだ？罠というわけでもなさそうですね。猫、の子、一匹、ない。いましたよ。
なに？ほら、猫の子。にゃー。まあ、パッと見猫はいなそうですけどね。ここにもいない。なんか不気味だぜ。じゃあちょっとブライトのいる、この本部の執務室に入りましょう。いないか。いないな。ブライトもいない。となると、ゼウスの本部にちょっと行ってみましょう。一個上の階ですね。まさかティターンズはここから撤退したのか。捕まってた人たちは一体どこへ連行されたのかな。あ、ブライトとエマさんがいる。エマさん、ブライトさん、無事でしたか。アムロ、よくここまで。それが変なんです。ティターンズが姿を消しました。え、どういうこと？わかりません。僕たちがこのビルに入った時にはもう、もぬけの殻でした。すでに撤退したのかもしれません。まさかあのバスク大佐が理由もなく撤退するとは思えない。何かあったのでは。バスクは死にましたからね。電源が切られているだけか。本体に傷はなさそうだ。ハロー、聞こえるか？いいザザ、ああ、テスです。メモリーチェック OK。異常はなさそうですね。早速で悪いんだが、ティターンズがどうしたのか調べてくれ。すでに情報収集は終わっています。電源が切られていたのにすごいな。ティターンズ撤退の原因は内部分裂です。内部分裂？どういうことだ？バスコーム大佐がパプテマスシロッコによって暗殺されました。そのためティターンズはリーダーがいなくなってしまったのです。こんな重要な情報がダダ漏れになってるのか。バスク大佐が暗殺されたことによりティターンズは戦意を喪失。各地で投降している部隊もあるようです。クーデターは失敗。なんかあっけない幕切れだな。一体シロッコは何を考えているんだ。アクシスと手を組んでクーデターを起こしたんじゃなかったのか。わからないことだらけだ。だがこれでエウゴもゼウソングも安全だろう。となればあとはアクシスに乗り込んでアポロンとやらをやっつければめでたしめでたしってわけだ。そんな単純なものじゃない。しかしアクシスに潜入する必要はある。行くか。そうですね。ということでここからまたアクシスへと向かっていくということですね。そうするとそうだな、ちょっと短いですが、装備品を整えて、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただきましょう。キリがいいですからね。BGM の方もどうだろう。エンカウントが発生しないモードに変わったように言えば。じゃあせっかくなので装備品だけ整えて今回はここまでにさせていただきたいと思います。